ワン。あら、モティちゃんも、あれ？さっきマロちゃんもなかった。マロもね。みんな来たっちゃ。うん。カワウソ落ちてるっちゃ。カワウソ拾ってあげてっちゃ。はい。どっか置いといて。わ。さあ、行こうか。ごはん。ごはん。ご飯かもしれないね。行こうか、ご飯かもしれないから。ご飯かもしれない。でも違うかもしれない。寒暖差かもしれない。さあ、我慢できますかな、君たち。我慢できますかなって言って誰も来ねえ。わー、偉いね、トロちゃんじゃない、トロちゃんに。偉い偉い。まだよ、ダメだよ、待てだよ。待てだよ、来てない、トロちゃん。ごめん、なっちゃった。ダメだよ、トロちゃん。偉いね、トロちゃんに。あん。トロちゃんは我慢できるかな、トロちゃんは。待てちょうちゃん、我慢できるかにゃー、我慢できないのかにゃー、ちょうちゃん、我慢できるかにゃー、偉いにゃー、みんな偉いじゃん。トロちゃん、ダメだよ、まだちょっとだよ、待てだよ、待てだよ、トロちゃん、やばい、切ろう、こちら、ちょうちゃん、先生、切ろう、ダメだよ、待てだよ、待てだよ、物理的止めさせるな、止めさせるな、待てだよ、待てだっけ、一回目、待てだよ、まだ待てだよ、待てだよ、待てだよ、待て、喉が痛いから待て、追って、待って、待って、追って、はい、おかわり、はい、よし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 、はい、食べていいよ、はい、はい、食べても食べていいよ、はい、やばい、物理的停止回数1回、1回で済みました。マルクちゃんも食べていいよ。疲れた。偉いね。待てたね。ご飯待てができた三重師です。危ないじゃん。よし、待てができた三重師。よいしょ、ちょっと上から撮るとこんな感じになっておりました。待てができた三重師でした。問題はこの後です。他の猫のご飯奪わないで待てるか三重師、始まりです。ももちゃんが食べ終わりました。大丈夫ですね、ももちゃんは当然奪いませんね、他の猫のね。でもパパがいないとたまに奪うね、知ってるけどパパね。はい、次トロちゃんが食べ終わりました。チロのご飯奪わないか三重師です。トロちゃんダメだよ、パパナックル略してパックルを飛ぶよ。
パックル、パックル。ダメだよ。パパナックルでした。人のを取っちゃダメ。終わったやつを舐め回すのは許す。でも食べてる最中はダメ。ねえ、チョウシャー。ああ、チョウシャー。チョウシャー。あ、チョウシャー、ま、ももちゃんじゃない。まろちゃんも言ったね。ダメだよ。あれ、いない。あれ、もういない。もういないのしょ。ちょっと、ダメ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 。ダメだってばよ。優秀。よ。ダメだっちゃ。なぜか、巣に帰ったトロシャン。トロシャン、なんで巣に帰ったの？あ、立ちくらんだ。やべ。結構やべえ立ちくらみ方した。結局他の人のご飯欲しがりトロシャ。さて、窓閉めるかな。4時でもこんなんだもんな。暗くなるの。あ、貴様ら、何を考えているか手に取るように分かるぞ。ハムちゃんから奪いたい所存だろう。だがそうは問屋がおるさねえぜ。ねえトロちゃん、ハムちゃんから奪いたい所存でしょう。ちょっとパパあれ持ってくるわ。見えない。ハムちゃんの様子が見えない。ハムちゃんが食べてるかどうかわかんない。ん？著者は巣に帰った所存。著者がここにいるの珍しい。ね。ね、著者。著者は巣に帰った所存。チョシャンも最近肌荒れがひどいから老化してきたね。チョシャン、チョシャン清潔にしないと、宮にも増えたし。ねえ。ボサボサになっちゃった。チョシャン定期的に洗う？顎下大丈夫今。割と汚いよねまた。ほら、荒れてない？肌荒れし始めてるよ。チョシャンちゃんと毎日拭かなかんやっぱ。ね、著者一回毛抜く？毛剃る？顎、マジで。嫌がってでも毎日やっぱ拭かんとダメだ、著者。毎日拭き拭きせないかんしょぞ。ご飯もらいたいしょぞ、トロちゃん。おー、すごい。あの教材捨ててもらわんと困るじゃん。そうだ、あ、残念ながら何も入ってないしょぞ。何も入ってなくてもね、あれ開けようとするよ。貴様何するしょぞ。パパが近寄るとちゃんと逃げる。ハムちゃんお帰り。ハムちゃん座るとこないんじゃね、かわいそうに。なんかやってるよ。ああ、この野郎、パパが離れたらすぐやるな。すぐやる所存だな、この野郎。チョロシャン、ダメだよ。チョロシャン、悪い子だ。ふん。片付けやる。トロピー、トロ、トロ、トロおいで、
ビビっている所存。だろ、悪ガキはお父さんの怖いのであった。